遠藤先生教えて男と女の経済学、まあ、経済学と名はついておりますが、経済学につながるいろんな広いところからの、視点でおしゃべりをさせていただきたいと思います。今日もご案内役で後藤理沙させていただきます。よろしくお願いいたします。遠藤です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、まあ終戦特集じゃないですけど、まあね、前回1回じゃ終わらないんでね、この問題は終戦を迎えたというか、まあ、ちょうど収録してる時期が終戦日、うん、記念日の、うん、まあ後っていうこともあって、うんね、お盆とかも過ぎて、はい、まあ、ちょうどちょっとこれに触れない手はないじゃないけど、ね、やっぱり戦争を知らない人たちがね、うん、もう多くなってきてる中、うん、やっぱり触れておいた方がいいよねっていうことで ね、話したわけですけれども、だからそういういろいろな番組多分理沙さんも見てると思うけど、うん、みんな、まあ、自ら語ってる人たちも多いんですけど、うん、まあ、広島とかね、東京空襲とか長崎のことを見るから語ってる語り部の方も多いんですけど、あのことはもう二度と話したくないって人も多いですよね。 でも今回も最後、多分お年を召して最後だから話すって方もあるんで、やっぱり思い出したくないんですよ、だろうですよね。だからただ、まあ、できる限りその前回も言ったと思うんですけど、うん、こういう事実があったってことだけは後世に残さないと、その記憶が途切れちゃうから、やっぱりね、30年とか40年経つと世代が変わっちゃって記憶が途切れちゃって、うん、やっぱりなんかまた戦争やりそうになっちゃったりとかすると思うんですよ、うんうんうん、まあ、それは日本だけじゃなくてね、うん、まあ、日本はしないっていう力が多いんだけど、だからやっぱり事実があったってことだけは残さなきゃなんないし、うん、まあ日本が負けて悪者にされたけど100年経ったら悪くなかったっていうふうに覆せるかもしれないしさ、まあ日本人としてはそれでしょう、やっぱり。っていうか、まあ、やっちゃった事実は事実としてあるんでね。でもそこはいつも思うんだけど、そう思い出したんだけど、うん、この前ハグソーリッジっていう映画を見たんですよ。見ました？ハグソーリッジって沖縄の戦いなんだけど、要は宗教的理由で武器が持てなくて、うん、武器を全く持たずに衛星兵として行って多くの人を助けた、まあ、日本の兵士も助けたアメリカの衛星兵がいるんだけど、はいはい、その話なんですね、うんうん、まあ、彼はすごく素晴らしい人だし、いい話なんだけど、うんうん、映画僕見たら一番最初に沖縄、まあ、昭和20年4月みたいな感じで出てるわけですよ、うんうん、5月とかね。ただそれだけで、あそこがハグソーリッジが沖縄なのかどうかで、あそこ前田高地っていうんだけど、沖縄の一番その激戦だったとこで、要は沖縄戦の天王山だったんだし、まあ、そもそも沖縄戦というのが太平洋戦争のある意味天王山だったわけじゃないですか。それがあまりにもなんか歴史的事実として俺は描かれてないなと思ったの。もう少しここは沖縄で、ハグソーリッジっていうのはその首里城ってあるじゃないですか、うん、あれの手前にあって日本軍の最後のこう砦だったみたいな、うん、そういう歴史的背景なんでないのみたいな、うん、ちょっとムカつくじゃんみたいな思うし、やっぱり日本人って殺人マシーンでこう描かれてるんですよね、まあ、日本人の兵士がね、うん、まあ、アメリカ側から撮ってますからね、撮ることね、うん、なわけないじゃないと、うん、みんな葛藤してたわけでしょ、うん、でやっぱりそこら辺がもう戦後72年も経ってもアメリカの映画って、やっぱりまあアメリカの映画ってプロパガンダだから、まあ当然アメリカ正しいっていうふうに描くのはまあそれはいいんだけど、もう少し日本人をちゃんとした事実に基づいて描けよとか思うわけですよ。だから未だに、だからハリウッドの映画って昔はジョン・ウェインが西部劇でインディアン殺してて、その次は日本人とドイツ兵かよみたいな感じなのね、俺からすれば。でアメリカが描いた戦争の中で、まあ、全部見てるわけじゃないから分かんないんですけど、唯一これは公平だなと思ったのは硫黄島からの手紙って、はい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 、渡辺謙さん出てクリント・イーストウッドが撮った映画で、はいはいはい、あれだけは結構日本人をちゃんと描いてたし、アメリカ人も残虐性をもう描いてたし、うん、あれはいい映画だなという、そういう意味では思いましたね。なんとなって日本側からもっていうのがありましたけど、ね、まあ、渡辺謙さん結構頑張ったみたいですけどね、うんうん、その本当の日本のこのあれを伝えようみたいな感じでね、うんうん、まあ、クリント・イーストウッドもそれは言ってたし、実はイーストウッドってほらバリバリのにアメリカで言えば右翼だし、もう拳銃賛成みたいな感じで共和党なんだけど、
でも彼のやっぱり描き方は僕はフェアだったなと思うんで、まあ、そこら辺あれぐらい別に日本がやったことは正しいとは言わないけど、まあ日本人の事実、アメリカ人の事実を2つこう並べて、まあそれは別に中国人の事実、韓国人の事実あってもいいんですよ。まあ上げて、でみんなでこう一応それはそれで僕は伝えていくのが重要だなと思って、判断は別に50年後でもいいと思うんですよね。そう、どこの国がどの視点で取るかによっても多少やっぱりね、変わってはきちゃうと思うんですけど、やっぱりその事実に近く、その中でもじゃあ今は A の国からだけれども、でもその中で、その例えば映画なりドラマの中でじゃあ B の国から見たらどうだったのかっていうこともこう差し込みながらね、そうやっぱですりね。事実として、絶対にお互いの言い分はあるわけだから、間違ってることではないと思うんですよ。だけどやっぱりその A 国から見た戦争と B 国から見た戦争っていうのは、ちょっと差し込みながらね、事実を伝えていけるようになる、なると本当にいいなと思まあでいもますけどこういうね。とリサさん怒るかもしれないけど、芸術って結構プロパガンダのところあるじゃないですか。特にアメリカは ハリウッドすごく力があって、世界中にこう配発信信すするるかね。ら、あれはもう明らかにアメリカ正しいみたいな、アメリカ なっのちゃいますよね。ね。なっちゃうなっちゃう。確かにね。だからそこが、まあ、アメリカのうまいところでもあるんですよね。ああやってこう何十年経ってもこういうふうにこう刷り込んでいくみたいなところはありますよね。だから前回私がね、その実際に授業を受けてた時に、戦争っていうものに対してやっぱり自分の中で興味が持てなかったというか、興味が持てなかったというよりかは、その年に別のものの興味が大きくて、そっちに意識がいってたから、そこにあえてこう気持ちがこう向かなかったっていうことがあったと思うんですけれども、今のね、戦争を知らない若い人たちがこう、まずその日本人としてね、日本側から見た戦争っていうものをどういうふうに感じているのかとか、興味っていうとあれですけど、でも知っといてやっぱり欲しいわけじゃないですか。だからその一体その時期に何が起きて、どうしてどうなったのか、でその時に本当に今みたいな情報社会じゃなくて、お国が決めたことでお国を守るために、日本が勝つために行ってらっしゃいみたいなね、ことを信じて、だけど死ぬ時はやっぱり家族の名前を呼んで死ぬっていうね、ことなわけじゃないですか。だからそういうことをね、今の若い人たちがちゃんとこう、それは例えばお芝居でも映画でもいいですよ。でもやっぱりそういうことをこう感じるきっかけみたいなものはね、絶対に持ってほしいなって思うからこそ、今回もね、こんなお話をしてるわけですけれども。まあ、そこら辺だから芸術家の人とか、そのクリエイティブなことをやる人たちはその力があるわけだから、まあ、それの発信力っていうのは重要ですよね。そういうのをやっていく、まあ主張はいろいろあると思うけど、やっぱりリサさん言うように、その16、17の頃って歴史のこととかね、戦争のこととか日本人とはみたいな話はやっぱりあまり興味ないよね。だから例えばね、映画が好きですって言っても、例えばそれこそね、ハリウッドのアメリカ側からの映画を見ちゃって、こういうものだったんだって思っては欲しくないっていうか、それまあもちゃんといろんなものを見て感じてほしいっどてっいうちところはの主張あもるん見でれすばよいいね。んだと思うんですよね。やっぱりやっぱり日本で公開できない中国の映画とかアメリカの映画あるからね、そのやっぱり日本人の残虐性を描いちゃってて、でももちろん絶対日本人の残虐性もあったとは思うんですよ。だまあそれから、はお互い様っていうか、どこの国もあるんで、日本人だけじゃないと思うんですよね。で、やっぱりでもね、外人と話す時に戦争のことだけじゃないけど、日本人とは何ですかっていうこととか、日本の文化とか、その国の生業とか、日本ってどういう歴史をたどってきたのっていうのをちゃんと話せないと、やっぱり教養がないやつだと思われて、バカにされちゃうのね。だからまあ相手の国のことをそんなに知らなくても、やっぱり日本はこうですよっていう話を、それはまあ主義主張は別として話せないと、
ダメなんで、やっぱり学校では、学校教育では外国人に日本人とはっていうぐらい話せるぐらいに、その歴史とかそういうのは教えた方がいいですよね、最低限っていう意味 で触れていいのかどうか分かんないんですけど、私はやっぱりその靖国っていうものに対してちょっとこう思うところもあって、やっぱりこう私なんかが関わって舞台とかやるときには、やっぱりその兵士の人たちが、じゃあ靖国だを、まあ、映画でもドラマでもそうですよね、必ず、出てきますよね、出てくるわけじゃないですか、でまたそのニュースではこう国の上の人たちが参拝したかしないかっていうことで、いろいろ毎年この時期に取り立たされていると。でそれについて若者たちはどこまで知って、なぜこういうことが毎年繰り返されているのかっていうことが分かっているのかどうかっていうこともちょっと思ったりとかはするんですよね。しましたね。このテーマはちょっと多分一回じゃ分かんないと思うけどそうそう、難しいとは思うんですけれども、まあ、靖国っていうのはもともと確か、戊辰戦争で亡くなった人を祀ったのが最初だったのかな、かなだったと思うんですよ。だから要は、まあ、大村益次郎ってね、あの官軍の司令官のあれが堂々が立ってるんじゃないですか、でそこから来て、要は亡くなっちゃった方々をずっと、鎮魂するためにあるんで、要は戦争に行っていやいや、まあ、いやいやって言ったら語弊があるけど、あの一兵卒から全ての人たちがあそこに祀られている、まあ、犠牲者ですよね、日本の、まあ、そこに祀られてるんで、日本人としてはそれだけを取ったらやっぱりあのお参りするべきなんですよ、というか行かなきゃいけないとこなのね。でもなぜそのあれかっていうと、その戦犯を受けた方たちがそこに一緒に眠っているからっていうことが問題なわけですよね。まあ、これ、まあ、正確な年代は忘れたんですけど、1970年代のどっかでその時の宮司の人が、その戦犯と呼ばれる、まあ、東京裁判で永久戦犯になって処罰された人たちの霊を祀っちゃったんで、そこを、諸外国は許せないっていうところで、で、まあ、それ以降天皇ももう参拝行かなくなっちゃったんだけど、要はその戦犯と言われる人たちは、まあ、ある意味この戦争の責任を取ったっていうことになるわけでしょ、まあ、当然指導者だったんで、まあ、一部おかしいなという判決もあったりするんですけど、日本人からすれば全般的におかしいなと思うところがいっぱいあるんだけど、それを話し始めると、じゃあ極東軍事裁判、まあ、東京裁判は何だったかっていうのがあって、その前にナチスを裁く裁判がニュルンベルグ裁判というのがあったわけですよ。で人類に対する罪でナチスの連中はもう 極刑にして、で要は二度と戦争を起こさないために、彼らを処罰したっていう、全ての人たちをっていうこと、そうなんですよね、まあ、そのニュルンベルグ裁判をアジアでもやろうって言って東京裁判が起こったわけですよ、で、まあ、東京裁判って勝者の確かに、ね、裁判だし、その頃戦争はやっちゃいけないっていうが、一応ルールでは不戦条約っていうのが1928年かな、あったんで、まあでも、自衛権というのは認められてたわけなんですよね、で、それに対して日本をやっちゃって、それは自衛か自衛じゃないかっていうのは今もって、日本からすればアメリカに仕掛けられたという自衛の戦いだっていうんだけど、アメリカからすればそれは違うみたいな、まあそこの そもそも論としてそこがあるんだけど、でやっぱりそれをニュルンベルグ裁判でやったことを極東にも持ち込んだけど、日本にナチはいないかって言ったらいなかったもんね、誰も。要は日本はちゃんと議会制民主主義で、天皇も今の資料で言うとやっぱり天皇は戦争やんなって東条に託したんだけど、やっぱり東条首相は戦争を防ぐことはできなかった。でやっぱり無理やりもう指導者たちを全部裁けってことになっちゃったんで、それはどうかなっていうところなんです。で極東軍事裁判半年で終わらすってマッカーサーが言ってたんだけど、実際2年半かかったんですよ、なぜそんなかかったかっていうと、やっぱりその検事訴える方の中でも、日本をそういう罪で裁くのはおかしいんじゃないかって言ったのがオランダの判事とか、インドの有名なパール判事っていうのは
まあ、日本はそういうことをしたけど、戦争の罪はあるけど、それはそもそも戦争の前にはそういうのは罪と言われてなかったから、裁くのはおかしいだろうっていうので揉めたっていう経緯があって、うん、まあちょっと次にしましょうか。時間になっちゃったんで、まあでもちょっとこれはね、はい、どういうことが起こったかっていうことはぜひ、まあ何が正しいかっていうのはあれにしても、うん、とりあえず、まあ、その事実はね、そのね、事実としては、うん、ちょっと私も聞きたいなと思っていたので、うん、じゃあちょっと続きは次回ということで、はい、今日はこの辺りで失礼したいと思います、はい、また次回をよろしくお願いいたします、はい、それではさようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。